あの陽子さんって人、うちらの母親に似てたね。でも最後まで面倒見てくれたんだから感謝しないとね。そうだよね。あの人は大して来てないわよ病院に。え？いても10分、着替え届けたらさっさと帰っちゃうの。それでも本人は精一杯看病してるつもりなのよ。さすができる看護師。あれ？どうしたの？出したいものがあって。これお父さんの机の中に入ってて。これお姉ちゃん、うん、これ花火大会だね、鎌倉の。あ、これ覚えてる、江ノ島。こん時しか迷子になってえらい騒ぎになったんだから。おまけに案内所でうんこ漏らしたのよ。そうだったっけ。それじゃあ待って、時間ある？はい。この町で一番好きな場所ってどこ？